生見京子です。今日は愛知県一宮市のホームランディックのうちのご紹介です。おしゃれすぎる美容師さん&古着屋店員さんの三色系インテリアのうちのご紹介です。オーナーさんの沼尾さんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。おしゃれすぎませんか。めっちゃおしゃれなんですよ。外出てきたらサングラスになりましたね。超高レンズで。美容師さんなんですか。美容師です。で奥様は古着屋店員です。なんかいい感じっすね。そう、美男美女のいい感じのご夫婦なんです。でやっぱりファッションとかこう見た目も意識されてるってことは家もおしゃれなんですかね。はい、めちゃめちゃおしゃれなんです。どんな感じのお家にしたいかっていうヒアリングの時に見せていただいたお家が淡い色系の感じのいい感じで単色系でまとまっていて、とってもセンスのいいお家だったので、ぜひ形にしようと思って家作りがスタートしました。超光レンズって勝手にサングラスになるんですか。勝手に紫外線浴びると濃くなって、量によって。そんなことあります。はい、知らなかった。当たらないと普通のメガネになるんで1個で済むんで。動画入ったまま。あ、でも僕は伊達メガネなんで動画入ってないんですけど。入れれるんですか。どうも入れれます。そんなことあります。いや、京子さんサングラス急にしてたちょっと変だと思った。曇ってきたら真っ黒つけてなんかおかしいと思いますよ。そうですか、はい、やめた方がいいと思います。このままにします。土地の大きさが 56.5 坪、延べ床面積が 34.5 坪のお家になります。2023年の4月に入居しました。今までちょうど半年ぐらいです。住み心地はいかがですか。住み心地は本当に住みやすくて、公開ポイントとかってよく言われるんですけど、本当に何もないですね。公開ポイントゼロの家、いいですね。嬉しい。外観もね、黒をなくして淡い色でまとめた感じになります。上と下でツートンにね分かれておりまして、上が白のコットンホワイトのガルバ、下がグレージュのジョリパッドを使っています。最初は茶色のガルバと迷ってたんですけど、奥さんが白がいいってことで検討した結果一番良かったなと思います。ですね、良かったと思います。木もね、軒天に使ってあるんですけど、白だとよりコントラストが引き立ってすごくいい組み合わせかなと思います。めちゃめちゃいい色だと思います。ここが駐車場になってて、はい、こっちは芝生っぽい感じになってるんですか。はい、そうなんです。人工芝引いてありまして、年中お手入れ不要の外構ですね。後から引いたんですか。はい、友達と一緒に2人で。結構大変なもんなんですか。2時間とか3時間ぐらいで、でも暑い時期だったんですごく大変でした。意外と作業自体は簡単ですね。こういうのはホームセンターとかで売ってるんですか。楽天市場で買いました。へー。止めるのはどうやって止めてありますか。その一緒についてくるんですけど、U ピンみたいなもので、それをハンマーで打ち込むだけなので、最初は茶色だったんですけど緑になって外観と一緒に綺麗に映えましたね。基本的にはここに1台と、たまに家族が止める1台とぐらいで、お友達来たらこっちに詰めてもらって4台止めてます。バーベキューでも芝でやらない方がいいですかね。そうですね、基本的にはこっちでやるためにデッキを作ってもらいました。おお、こんな隠れたところにあったんですか。そうなんです。道路際から見えないように道路際の反対側にスペースを作りました。まあ、とにかくね、最初から来客がすごく多いよっていうことを聞いてましたので、どうやったら来た方に快適かとか、そんなことを考えながら間取りの設計をいたしました。来客が多いんですか。そうですね、10人ぐらい友達来た時もありますし、基本は 4、5 人来てくれます。次にどれぐらいの頻度で来てくれるんですか。月に3回は確実にあって、まあ 3、4 回ぐらいですかね。旦那さんの友達が来るんですか。はい、僕が麻雀が好きで月3回やってます。麻雀やりに来るんですか。はい。奥さんはなんかちょっと嫌な、そりゃ問題なし。まあ、それのための間取りも作っていただいたんで、中が楽しみなんですが、はい、行きますか。行きましょう。麻雀がしやすい間取りっていうのがあんま分かんないです。そうですよね。何なんですか。奥さんがやっぱリビング通らずに麻雀をしてほしいということで、玄関から直接麻雀の部屋に行けるようにしてもらいました。麻雀の部屋ですか。はい、麻雀部屋というものがございます。お客様もこっちから脱いでもらって、僕らは脱いでビニールタバコを置いていきます。でこっちから行けるんですね。入ってきてもらったらまず手を洗ってもらって、それから部屋に行きます。この手洗い機なんですが、すごい単色系で可愛い手洗いですね。こちらがメラミンの造作で、アクアピアのボール、あと立ち上がりをタイル貼ってありまして、壁から給水をやってあります。金物関係はゴールドでまとめていて、黒を使っていないっていうのがポイントかと思います。さすがですね。はい、単色系ですね。こういう小物関係がまたねすごい可愛いんですよね。奥様のセンスがとっても光っています。両方から通り抜けができて、はい、でさっきの麻雀っていうのは、はい、こちらになります。
なんすかこれ。自動でできる麻雀の卓になります。出てくるんですか、牌が出て。あ、はい、出てきます。見たいです。おお。すげえ。計算もしてくれるんですか、もしかして。計算は自分たちでしますけど、ここの点数が入れ替わると数字もこっちに変わるんで、自分の持ち点が確認できるんで、めっちゃ最高っすね。はい、これはだいぶ快適で、遠くからも友達が来てくれます。これ趣味レベルの人は持ってないんじゃないですか。そうですね、でも結構金額するので、なかなか簡単には買えないとは思う。基本的には僕ゲームも好きなので、ここでゲームして、休みの日に友達が来た時に麻雀するような部屋になってます。じゃあもう本当に麻雀部屋じゃないですか。はい。そうなんです。1階8畳取ったんですけども、なかなか今8畳1階に取るってできないんですよ。の米価面積的にも金額的にもね。なんだけども、いっちゃん最初からのねご要望で、最後までちっちゃくするか6畳にするかとかっていう話もあったんですけど、いやいや、ここはもう8畳っていうふうで、最後までね8畳キープで実現しました。これは奥さんも一緒にやったりするんですか、麻雀は。見えらないです、私は。もう、ありがたいですね。トロフィーはある。あ、僕が美容師をしてて、美容師のコンテストに参加する際に奥さんをモデルさんとしてお願いしてきたんですけど、それがきっかけでお付き合いすることになりました。モデルになってくれませんかって。あ、そうですね、後輩のお友達でお店には来てたんで、やっぱモデルさんは綺麗な方を探してたんで、ぜひということでお願いしました。それでトロフィーまでもらえて、はい、そのままそのままその流れでお付き合いすることになります。すごい。やー、いい話。思い出のトロフィーですよね。はい、ずっと飾ってあります。美容師いいっすね。こんなに可愛い人と出会えて。美容師そういうチャンスもあるんですね。そうかもしれないですね。いやー、ほっこりします。そういうチャンスもあるんですね。モテたいやつは美容師目指せみたいな。最初からいいなって思ってた。あ、全然全然。はい。センスがすごかったみたいな。本当に普段からよく言われるんですけど、見た目はあんまりタイプじゃないって言われ続け、まあ、気持ちでカバーしました。すごいです。でも男性が勇気もらってるかもしれない。そんな勇気もらうレベルじゃないですよ。やめてくださいよ。じゃあ友達はリビングとか通らずにここに来れちゃうわけですね。そうですね、結構麻雀自体が朝早くからやったり夜遅くまでやるんで、奥さんに快適に過ごしてもらうためにこの間取りになりました。それは奥さんもリビング通過されたら嫌ですもんね。はい。なので、ね、ここで完結するようにトイレもこのね近くに配置してあります。すぐこちらに廊下からトイレも入れるようになっていて、気兼ねなく麻雀の方が使えるようになってます。麻雀の方も大満足なトイレですね。そうですね、おしゃれだねってよく言っていただけます。床がヘリンボーンの塩ビタイルにグレーの壁紙、木目クロスになってます。扉も全部違うけど統一感がある感じですね。そうなんです、色もね違うんですが、同じメーカーさんの木製建具でこうペンキ塗りするタイプの建具になってます。でガラスも自分たちで選んでどのガラスにするかって言って作っていくタイプになります。かわいいです。麻雀の下ここまでで、ここまでで完結。さようなら。はい、いい感じなんです。リビングがこちら、ダイニングキッチンが奥にあって、廊下がこの小窓から見えるようになっているので、あ、誰か来てるなとかは気配で分かるような感じになってます。ちょっと麻雀のショーに似てる。そうですね、奥さん的にはあんまり見られたくはないらしいですけど、内観の綺麗さでいうとこの窓は欲しかったなってことで、この窓があることでリビングの明るさが玄関にも行って良いですし、入った時にね抜け感があると広く見える効果もあるので、とって正解かなと思います。で、全部また扉は違う色だけどトーンが合ってる感じですかね。そうなんです、リビングに入る入り口のドアはグレーで目立つような色合いで、物入れに関しては階段下なのでそんなに目立たせるドアではないので、わりかしこう馴染むような色合いで色をつけてあります。スイッチの色とかも可愛いですね。スイッチも可愛いですよね。はい、お気に入りです。ツールボックスさんのです。コンセントとかも色がちょっと白じゃないんですね。そうなんです、ベージュのコンセントを使っています。こっちがダイニングで対面のキッチンになってます。めっちゃ絵になりません。おお、なんかいいっすね。いいっすよ。趣
幸せそうですね。あ、幸せです。幸せ炎上かもしれない。全体的になんか色とかいうこだわりで木っぽい、北欧っぽい感じにしたくて、なんかインスタとか見て可愛かったんで、この何でもない棚とか。この棚って飾る方のセンスによって全然出来栄え違うんですけど、めちゃめちゃ綺麗に飾ってあると思います。この本もセンスいいですし、この花瓶も可愛いし、このマリメッコもいいベージュ選ばれましたね。めちゃめちゃ可愛いです。で、グリーンポッティ、ね、やれないと逆に怖いですよね。です、センスを試される棚なわけですね。はい、そうなんです。おしゃれに飾れないからいらないっていう方もいらっしゃったりして、お手本のような飾り棚だと思います。冷蔵庫もすごいマッチしてるんですが、合わせて買ったんですか？あ、おばあちゃんにもらって、たまたま色があった。センスがいいおばあさんですね。ウォーターサーバーとかも狙い撃ちですか？ウォーターサーバーはもともと住んでた家からちょっとおしゃれな色を選びたくて、うん、この色にしました。サイズバッチリですよね。ここに置く予定じゃなかったんですけど、たまたまぴったり合うんで入れてみました。もうシンデレラフィットすぎてびっくりですね。キッチンですが、ウッドワンさんのキッチンを採用してます。木目が入ってて、あったかい雰囲気になるようにパイン材のキッチンで、上が人工大理石のものになります。お、食洗機がありますよ。はい、アーエーゲーですね。おー、どうですか、食洗機は？え、めっちゃいいです。洗い物が家事で一番嫌いなので。でっかいやつを当初奥さんは絶対いらないって、手で洗うからいいよって言われてたんですけど、うん、僕が本当に無理やり言って絶対にいるからって言って、結果喜んでいただいたんで、大成功です。いい方と結婚しましたね。そういうこともちゃんとやってるんですね。はい。まあ、両用の大きさとかを引き出せるっていうのは使いやすいですかね。はい、いい感じです。フライパンとか色ごと入るので全部。タイルもコンロの横側に油跳ねがするところに配置しておりまして、クロスに合わせたベージュですね、ベージュのタイルにしてあります。背面収納はホームランディングで造作で作っております。あちらがゴミ箱入れで、でここが取っ手がなくていいように、ここを45度カットして手掛けにして焼けるタイプを採用してます。ここがリビングとキッチンからのちょうど角っこに先ほどのタイルデッキ配置してます。なので、こっからバーベキューするよって言ったら、カチャって開けて外にこう出れるよっていう、そういう間取りになってます。食材とかいろいろ出し入れとか、冷蔵庫もめちゃくちゃ近いんで便利そうですね。そうですね、引っ越しした時は荷物とか全部ここから入れてもらったりして、すごく助かりました。なんか本当に玄関通したくないような、うん、しょいしょ、車ここから入れても冷蔵庫すぐ近くなんで便利そうですね。便利そうですね。はい、でリビングです。すごい可愛い棚なんですが、今どちらで？ローヤのネットで。小物とかもなんか統一感があるんですか？ルールはあるんですか？ラタンとリビューのナミナミアンナとかのこのチョイス、並べ方がめちゃめちゃセンス抜群だなと思うんですけど、特にインスタとか見て真似してやっただけなんで。なるほど。やっぱりな、そういうことですか。はい、おしゃれな人はなんか感覚でできちゃうのかもしれませんね。そう言われちゃうとな。テレビにもちょこっとラタンが入ってるんですが、こちらはどちらのですか？一緒です。同じところので。床とかは何使ってるんですか？今回はジャイロオーク、イエモンの床材を使っています。ソファーはどちらで購入されましたか？モモナチュラル。あ、モモナチュラルです。はい、モモナチュラルさんのソファーということですね。テーブルは IKEA です。はい、吹き抜けが結構大きく作らせてもらってます。南面がこちらだったんですけど、大きい掃き出し窓とかっていうのを取ってないんですね。なのでこちらに大きい吹き抜けを設けて、上から光が落ちてくるような窓配置にしてます。テレビボードから階段がジグザグに見えるのが可愛いってことで設計したんだと思います、うん、とってもいい感じなんです。南面側にお家がありますので、こういう風に高い窓を設けることでプライバシーが確保されます。でも全然明るいリビングになるんですね。はい、そうなんです。やっぱり窓はちゃんとねありますので、とっても光が落ちてきて明るい LDK になってます。トイストーリーがあるのって何なんですか？私がディズニーが好きなので可愛いかなと思って飾っちゃいました。結局ディズニー好きな人ともっとミッキーがめっちゃいたりとか、扉をミッキーにしたりとか、ミッキーとかするじゃないですか。ありますね。そういうのはしなかったですね。はい、崩れるかなと思って
小物で調整という形なんですね、はい、トイストーリーは崩れてないですもんね。木枠にしてもらってるからかもしれませんね、うんうん、お、扉の下から見えたんですね。はい、そうなんです。この吹き抜けから扉がいくつか見えるようになってます。上からも下が見えたんだ。はい、そうです。ではこの扉を開けてみますと、じゃーん、ランドリールームになってます。おー、ランドリールームっていう感じでもない可愛い空間ですね。そうですね、クロスも床も統一感あって単色系にしてるっていうのと、やっぱり小物が綺麗だから雑多な感じがしませんね。洗面台は何用の洗面台なんですか？普段は髪の毛乾かしたり手を洗ったり顔を洗ったりする場所になります。可愛いですよね。なのでランドリールームと洗面台を一緒にしたっていう形です。洗面台が木目の天板に深型シンクにこのトールの水洗で、あと正面にコラベルのタイルを貼ってあります。で、上がペタッとした鏡を採用されてます。洗濯機があるんですが、脱衣所ではないんですかね？そうなんです。ここは脱衣所ではなくてランドリー兼洗面台で、脱衣は隣のお部屋になります。どこでしょうか？こちらになります。お、ここが脱衣で、お風呂になります。アクセントパネルをベージュのこう石目調にしてあって、とっても統一感があって素敵なパネルだと思います。あと鏡がなくしてあって、正面にまさにマグネットでつけるタイプのシャンプー。やっぱ美容師さんとかだとお風呂入りながら顔をチェックしたりしないですか？しないですね。全て洗面台で行って、お風呂場の場合は水垢とかが鏡でこう気になるんで、なくした方が綺麗だなと思います。女性的にもいらないものなんですか、鏡は？いらないです。掃除のこと考えて取っちゃいました。使う場面ないんですか？ないです。洗濯機のスペースとお風呂場よく一緒じゃないですか？はい。じゃなくてこう別にしたら何か理由があるんですか？はい、そうですね、まずこちらで服を脱ぐんですけども、まあ、一緒だと窓がランドリールーム2箇所設けてあるので、外からの目線が気になるなっていうところと、あとはランドリールームは服をかけっぱなしでもうここで完結してる形です。なのでお風呂入るときにランドリーの中を服をかき分けて入っていくとか、そういうことがないように、まあ、別空間で今回は設けさせてもらってます。こうしたらパークまで干しっぱなしで収納にしちゃえるっていう、うん、そういうことです。確かに一緒じゃないとダメかなと思ってるけど、こっちの方が便利そうですね。はい、もう隣なのでね、区切った空間っていうのもいいんじゃないでしょうか。ここで乾いた洗濯物はどこに持っていくんですか？はい、こっち行きますか。こちらです。ここが奥様のお部屋です。あら、かわいいお部屋です。すいません、なんか一生入れない。本来は本来は入れてもらえません、ここには。服がこちらにありまして、同じ階で洗って干してここに収納っていうところまでできるようになっています。じゃあもうあそこで書いたらギュッと持ってきちゃうみたいな。はい、最初から奥様服がね多いよというふうに聞いてたので、よし、じゃあたっぷりウォークインクローゼット取ろうって言って専用のお部屋を設けて、ウォークインもたっぷり3畳両側にかけれるように配置してます。で、またまたこのチェストもすごい可愛いんですが、同じメーカーで、はい、ローヤのメーカーでバタンが入ってて、この上の小物がどうやってこんな綺麗にされてるのか可愛いです。で、あっちでお化粧はされるんですね。はい、こちらが奥様のチェストということですね。髪の毛とかも全部こちらで？そうですね。あ、整えて、はい、じゃあ洗面所はあんま使わずにここでお化粧と髪巻いたりとかも全部やっちゃうと、はい、旦那さんはやったみたいするんですか？たまに朝僕が起きれると奥さんが化粧して僕が髪の毛巻いて準備するっていうことがあります。いいですね。かっこいい、かっこいい。やってもらいたいな。いいですね、ここでね。いいですね、座っとくからやってって言って。そんなやってくれる関係もいいですよね。いいですね。触るなみたいな。ちって邪魔みたいな。素晴らしいです。あれ、ここでも奥様の服しかないですよね？そうなんです。僕の部屋で寝室でもあるんですけど、こっちで僕の洋服がたくさんあります。おー、なんか生首みたいなもの。あ、そうですね、用意んでその髪型の練習する時とかのウィッグになります。クローゼット別々にしたいっていうのはあったんですかね？そうですね、お互いあの服の量が多いので一緒にしちゃうと余計に汚くなったり、朝お互い服を決めるのに一番時間かかるんで、それぞれで準備してます。こちらにも廊下の突き当たりにも一部屋あります。あと
今日はここがお手洗いになってます。じゃーん、2階も手抜きなしのトイレですね。そうなんです。1階と同じように塩ビタイルのヘリンボン張りにしてあって、グレーに木目クロスっていう形です。2階は結構普通にする人多くないですか？多いんですよ。棚もねお金がかかるので2階はいいかって思いがちなんですけど、全部抜かりなくピシッとしてくれてます。いや見られないとかいいやみたいな思っちゃうけど、そうじゃないわけですね。そうじゃないんです。勉強になります。動線考えて、同じ階で脱いで洗って干してしまうっていう動線と、一番麻雀部屋を1階に持っていくことによって、通常水回りが1階にあったものを上に持ってったっていうのが特別ですかね。あー、お風呂場をもし下にしてたら結構大変だったってことですかね。そうなんです。1階で脱いで、で洗って干して2階のウォークインまで持ってこなきゃいけないっていうことになってたかもしれないんですけど、もうここは麻雀部屋の8畳譲らず行きましょうということで、2階にね水回りを持ってきたのがこだわったところですね。じゃあ1階完結じゃなくても便利っていうのはもう変わらず達成できてるってことですね。2階完結ですね。2階完結型の間取りになります。ほらメガネが白くなってますよ。本当だ。いつの間にか。すごい。何グラスって言うんですか、それ。超光レンズって言います。へえ、そんなのがあるとは知りませんでした。急に爽やかな。確かにおしゃれな人は違うな。さっきはちょっとね、ふりかけずれはおしゃれな人でしたけど、今はしゃべりかけやすいから。便利ですね。はい。ホームランニックをなんかそもそも知ったきっかけとかは何だったんですか？きっかけはやっぱ僕も YouTube 見て内装の参考にさせてもらってたんですけど、調べたら同じ県にあるってことで話を聞くことになったのがきっかけです。他の会社見たんですか？はい、もともと張り契約を他でしてて、でそれの立てていく上で参考にさせてもらってて、でもそこでやっていくうちになかなか自分たち洋服とかは自信あるんですけど、間取りとか家のことに対しては全く知らないので、まあ、それのおしゃれに作っていただいてるホームランニックの動画を見て、もうそこで立てたいなって思いました。すごいね、ありがたいなと思います。他で仮契約してるってね、結構進んでた状態かなと思うんですけど、まあ、そんな中勇気を出して来てくれて嬉しいです。さっきも最初に聞きましたけど、なんか、ね、半年ぐらい住んで公開プールなしって言ってましたけど、実際契約してから着工とか立った時までの対応とか実際と違ったとか、そんなの大丈夫でしょうか？本当に思ってた通り。そうですね。 YouTube でハードル上がりすぎてなかったですか？あ、むしろあの YouTube で見てたけど、自分たちが建てたらもっと簡単なものになるというかと思ったら、もう思ってた通り以上の仕上がりにしていただきました。嬉しいです、ありがとうございます。もう本当に打ち合わせも毎回楽しくお話しさせていただいて、こだわりも聞かせてもらって、とても素敵なお家が出来上がったと思って嬉しく思ってます。マージャン仲間の方が来たらどんな感じ言われますか？こんなおしゃれすぎるとこで麻雀なんてしていいのかってよく言われます。確かに確かに、イメージと違いすぎます。そうですね、イメージがありますよね。はい、ホームランニックのセコアエリアは愛知県小牧市より車で50分圏内としております。ご興味ある方はぜひお問い合わせください。あとホームランニックでは毎月1回見学会を開催しています。リンクに貼ってあります会社の LINE の公式アカウントで見学会情報を発信してますので、よかったら登録お願いいたします。では沼さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。